公式 VTuber のしゅうきゅうゆめです。いやー、久しぶりのゆめタイムやよー、イエーイ、どんどんパフパフ。はい、なんとね、前回富樫選手と村田選手のインタビューではたくさんの反響があって、ゆめ本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そしてですね、今回もインタビューをするのですが、その相手がなんと夢の胸スポンサーでもある AG8 を運営する株式会社文化社さんの代表取締役所隆之さんです。どんなお話ができるのか楽しみです。では所さん、どうぞ。夢ちゃん、はじめまして、文化社の所です。今日はよろしくお願いします。所さん、はじめまして、よろしくお願いします。お会いできて光栄です。あ、まずはこの度スポンサーについていただきありがとうございます。早速ですが、所さんに質問してもいいですか？はい、どうぞ。この AG8 ってどのような会社なんですか？はい、この AG8 というのは会社ではなく、株式会社文化社が運営する岐阜を中心とした情報発信サイトです。おで、株式会社文化社というのは、看板をつけている会社なんですが、実は宇田川川競技場におけるピッチ看板を文化社がつけていまして、文化社としてもスポンサーとして看板を出させていただいております。そうだったんですね。看板すべて作っていただいたなんて夢知らなかったです。実は今シーズン文化社の看板もですね、デザインを変更しまして、ゆめちゃんが入っているデザインになってますので、ぜひ見つけてみてください。ゆめもいるんですか？今度スタジアムに行ったらみんなも確認してね。では次の質問です。どうしてスポンサーになっていただけたんですか？うちの営業のご利用しがすごかったからですか？そうですね、確かにご利用しがすごかったというのはまあ冗談で、FGQ さんが今回新たに挑戦するという行動に関して、すごく共感できたということですね。業界に一番最初にこういった行動をされるということにすごく応援したいなと思ったのと、あとは単純に面白そうだなというふうに思ったので、今回スポンサーをさせていただくことにしました。ありがとうございます。みんな聞いてる？ FC 岐阜のみんな聞いてる？本当にありがたいです。本当に、いや、なんかこんな素晴らしい方に、会社さんにスポンサーについていただけて、本当に本当に夢はもう胸がいっぱいです。胸ないけど、はいさて、最後に今シーズンの FC 岐阜への期待と、社長の所さんに聞くのは恐れ多いのですが、夢へのメッセージをいただいてもいいですか？はい、まず FC 岐阜さんに関してはですね、まずこの1年で、なんとか J2 に戻っていただきたいなという期待を持っております。あと夢ちゃんですね、サポーターの皆さんと一緒に FC 岐阜さんが J2 に上がれるように、精一杯盛り上げていただきたいなというふうに思っております。みんなで一丸となって、FC 岐阜一生懸命応援していきたいなと思っております。そして今シーズンも秋季夢本当に一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。以上、本日は AG8 を運営する株式会社文化社さん代表取締役社長所隆之さんにお話を聞きました。所さん、ありがとうございました。ありがとうございます。